さあ始まりました、リーダーの身だしなみのお時間です。この番組は身だしなみを通してあなたのビジネスの成功を演出する会社、オーダーメイドスーツのマージンがお送りします。この番組ではですね、さまざまな業界からゲストをお呼びして、知られざる業界話やそこに行き着いた経緯、ビジネスのノウハウなどを伺います。さらにはゲストの方に身だしなみについての捉え方や身なりを整えることで得られた体験や実感なども聞いていきます。これを聞けばあなたの明日の身だしなみが変わるかもしれない、そんな番組です。一応関東で収録してますので、東京のファッショントレンドや情報なども発信していきたいと思います。パーソナリティは私、マージンビジネスコーディネーター小川文彦が担当いたします。今回もですね、素敵なゲストに来ていただいておりますので、CM を挟みまして紹介したいと思います。それでは一旦 CM です。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。ハーレーダビッドソン沖縄にハーレーカフェがオープン。おいしいスイーツを食べるならハーレーカフェ、ツーリングの休憩所にハーレーカフェ、ハーレー見るならハーレーカフェ。毎週日曜には沖縄カレーグランプリで優勝したカレーもメニューに登場。今すぐハーレーカフェへゴー。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。はい、リーダーの身だしなみ始まりました。本日のゲストは、株式会社東京有機の代表取締役であります、荒俣大輝さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。会社名間違ってないですよね。オカムです。あ、東京有機株式会社、はい、荒俣大輝さん、代表の、はい、お願いします。初っ端からすいませんでした。まあ、簡単に、荒俣さんのは、僕がスーツずっと作らせていただいているお客様の一人で、まあ、見た目からやっぱりこうきちっとしてて、ちゃんとベストを常に着用しているような方で、まあそういう、身だしなみについても後々聞いていきたいと思うんですけれども、簡単に、荒俣さんのお仕事と内容なんかをお話しいただければと思うんですけど。はい、仕事は冠婚葬祭で使う、ギフト、贈り物とかお返し物とか、はい、今だと、まあ、いいですか、ぜひ。お歳暮、お歳暮とか、ご挨拶回り、お年賀とか、はい、そういう、こう、うち祝いとか、そういったもののギフトを販売する会社を経営しています。そうです。今、ちょうど12月の末なので、放送が多分1月末か2月頭ぐらいだと思うので、ちょうどそのお歳暮の時期ですね。はい、かなり今忙しいですか？今めっちゃ忙しいです。今これ新しい事務所になって、もう今何年目になるんですか？今2年目ですね。2年目、はい。会社を始めて今、どれぐらいになるんですか？はい。26の時に始めたので、今19年目ですね。あ、来年じゃ20周年。来年20年目ですね。はい。最初は、この、最初からこの仕事で、ギフトの仕事で。そうですね。もともとを言うと、私の父が、はい、お茶屋をやっていたので、まあ、お茶屋を手伝うということがあったんだけども、はい、ちょっとなかなか時代的にお茶だけでは大変だということで、はい、お茶を使って何か攪拌できないかなと思っていた時に、お茶を最初に使って、お茶だけは仕入れのルートがあったので、はい、店舗販売だけではちょっと厳しいから、外に外販していこうと思った時に、最初は葬儀屋さんとかにお茶をお香典会社なんかで使ってもらおうっていう営業からスタートしました。飛び込んでって？もちろん飛び込みましたよ。事務所に扱ってくれませんかって。そうです、そうです。大体でも葬儀屋さんってこう大きいところだったら、もう香典会社用の会社って提携してるものなんですよね。はい、まあ、大きくても小さくてもみんな提携してお客さんいらっしゃるんで、そこに割り込むというか
はい、入っていくって感じですかね。それはすんなりいけるものなんですか？それはすんなりいかないですよねすごく苦労しましたけど。話してもいいかな？あ、もちろんもちろん。それを、やっているうちに、まあ、何件かお取引ができて、仕事はスタートしていったんだけども、やってるうちに、お茶以外のタオル、ハンカチとか、いろいろ、なんだろう、お菓子とか、いろんなニーズが出てきたので、準備していくうちに、まあ、こう葬儀以外でも販売できるんじゃないかということで、まあ、時代の流れもあったんで、インターネット販売をできないかなと模索して、行ったのかな。それはどれぐらいになるんですか？その最初飛び込み始めたから。あ、まあ、もうだいぶ古い話なんですけど、でも、最初は4、5年はその、葬儀社とか、あと百貨店とか、そういったところを中心とした会社のなりわいをしてましたけど、5年目ぐらいからもっと先々を見たときにインターネットビジネスがいいなということで、そっちにシフトを置いていく方法を決めましたね。その頃インターネットの通販とかでもだいぶ賑やかになってました？その頃はまだまだで、今現在もだいたいネットの通販っていうかインフラって約20年ぐらい経ったって言われてるんだけど、ちょうどうちが19年目なんで、ネットのインフラがスタートした頃とほぼ変わらない時にスタートしてるんで、まあそれは良かったですよね、早かずに。当時はこうネットで光電会社なんて絶対売れないよって言われてたんだけども、葬儀屋さん営業するよりは可能性があるなと思って頑張りましたよ。途中で葬儀屋の営業を一回こう止めてネットに完全に切り替えようっていう風に。そうだね、ネットの事業がきちんと軌道に乗ったのはやっぱり 4、5年かかりましたかね。あ、ネットの始めてから 4、5年。ネット始めてから 4、5年。それまではやっぱりこうお茶屋さんとかこう何ていうんですか、ギフトの中間だったりの会社ってなかなかネットをやってなくて、受け入れられるまでに時間がかかったような。まあ、自分自身も手探りだったし、いろんなネット業界のことを学びながら、アクセス増やしたり、お客さん増やしたり、リピートしたりとか、やっていくうちにこうサイトもいくつか店舗展開をしていく、そういう整備、社内の、外注出してたものを、サイトのデザインを自社でやったりとか、発想のこう人を手配したりとか、いろんなことを整えていくのがやっぱり 4、5 年かかりましたよね。だんだん従業員の方も増えていって。そうですね、ちょっとずつ、はい、26でスタートして、もう最初は一人でやってたんですか？企業はもちろん一人でスタートしてやってましたけど、少しずつ人が増えていく中で、今もう結構人数いらっしゃいますよね。そうですね、今は30数名かな。あ、そんなに、かなり。いえ、大変ですよこう仕事を進めていく上で、やっぱ僕も今自営始めて、こう時間の作り方っていうのがすごく、修行時間も決まってないし就業時間も決まっていないって中で、なかなかどういう時間の使い方していいのかってわからない、難しいなって感じているんですけれども、荒松さんのこう始めた頃とか自分ぐらいの時って、こう時間の使い方とかってどうしてました？時間の使い方は全部仕事で使ってますよね起業した時は朝から晩まで、寝る時まで、寝る瞬間まで仕事のこと時には寝ないみたいな。まあやるでしょう、みんなそれぐらい。それで、そのこう時間の中で結構こう今やらなきゃいけないことっていうものと、先々のためにやっといた方がいいことってこういろいろあるじゃないですか。なかなか今こう大事そうに感じない仕事でも
ここで絶対この時間を作っといた方がいいっていう、うん、そういうのってやっぱこう、うん、話を聞いた中でネットに関しては今急いでやるべきことじゃないような当時もしかしたら思ってたんですけど、そういうのに時間を使うとなんかすごく難しいなって自分は感じてて、ネットビジネスを始めたきっかけは、まあ、その当初の葬儀屋さんとか百貨店を相手にする仕事は良かったけども、先々考えた時にもっとこう計画性を持った経営がしたいなと思った時に、下請け仕事では自分の力で伸ばしきるのに、まあ僕の中ではちょっとあまり先が見通しがつかないかなと思って、インターネットは数値で攻めることができるんだよね。売り上げを作るためにアクセスどれくらい増やせばいいかとか、そこから制約率をどれくらい高めればいいかとか、数字で攻めていけるから事業計画が立てやすい。そうすると来期は3000万増やそうと思ったらこういうことをすることが必要で、そうすると人がこれぐらい必要だなとか、そういうことを考えることができる、自主的に動かせるビジネスだなと思ったのがよくて、だからやっぱ仕事は今やるべき仕事と未来のための仕事があるから、経営者ちょっとずつこう未来の仕事ができる環境づくりをしていかないと、まあ伸びはしないかなというふうに思います。先々こう育っていくであろう仕事、未来の仕事、まあ自分がどういう人生を歩みたいかで、どれぐらいの規模の会社を作りたいかとか、はい、そこでどういう人間になりたいかとか、ゴールというか中間地点の人間を捉えたときに、でそれをこう理想と現実をどう埋めていくかっていうところで計画っていうのが出てくると思うから、まあ、そこかな。荒俣さんの当時、今も考えてるそのこうどうなりたいかっていうのってどういうものだったんですか？やっぱり経営者になりたいなと思って現場の仕事をやっていてはこう名前は代表だけども、はい、これは経営はしてないなというふうに感じる時間が多くあったから、そういう時間は自分はあまり多く使いたくないなと思ってたのがやっぱ30前後かな。あ、現場にガンガン出てやってるって、結局じゃあ経営はしてないっていうことになりますよね。まあそう言うと冷たいかな。いやでもでもすごく今だと身に染みて分かるかなって。現場の仕事は楽しいですけどね、現場も大事ですけど、その仕事だけではもうちょっと足りないかなって。今こう従業員の方は現場に付きっきりで仕事してて、荒俣さんを代表としての仕事っていうのはこの先どういうことが起こっていきそうかなっていう仕掛けを考えたり、仕掛けと、まあ時代の流れが早いですから、それにどう対応するかとか、あとはこうまだ30人ぐらいちっちゃい会社なんでね、今はこう自分以外もそういう未来の仕事を従事するスタッフを育成したりしながら、まあ、より組織化を進めてるっていう感じですよね。それはこう従業員の中で荒俣さんと同じような思考をできる人をいくつか作っていくっていう、そうやっぱポジションポジションでそういう考え方の共有、まあ、ある意味教育をしながら、でそういうことが好きな人じゃなければできないし、作っていく、育てていく、これは大変なんですよね。はい、そういう話も聞きたいなってそうやってこう仕事ぶりを見て決めるんですか？仕事ぶりを見て決めますよね。どういう人がそういう、 こう仕事に向いてるとかってありますか？こうどういう人がリーダーにしたい人というか、なれる人というか、やっぱ会社のことを理解しようとする人と、自分が成長したいという気持ちを持ってる人、そういう人はやっぱ素直に何かを跳ねつけるんじゃなくて
吸収しよう、それを成長しよう、会社に寄与しようって思える人だと思うから、そういう人をやっぱ取りたいし、そういう人を抜擢していくね。素直な人、正直な人で、ガッツのある人、はい、それ男女とか年齢はあまり関係ないかな。素直で正直でガッツがある、負けず嫌い、負けず嫌いでも働きぶりを見ててもそういう人ってまあ見えてくる、見えてきますよね、採用においてはやっぱりこうどこかで一回リーダー経験みたいなのがある人は当たる可能性がちょっと高いかもしれない。へえ、部長をしていたとか、はい、はい、そういう感じ。今じゃあそういう人をこう育成して、で、アロマさんのポジションとしてはまた次はどういうことを考えたりとか、新しいことを始めようとかあるんですか？新しいことももちろんありますし、今何かをやめてこっちにもっと力を注ごうとか、新しいことこれを3年後見据えて情報収集して形にしていこうとか、今ちょっと来年の計画を具体化しているところだけど、これからそういうこうギフトビジネスって言って、どういう風に変わっていくような、ギフト需要はあのめっちゃ厳しいマーケットで、今がですか？今に限ったことじゃないけども、十数年前から、今は虚礼廃止って言ってこうみんな大げさなことしなくなってるから、結婚式もこじんまりとこう仲のいい人だけでやるとか、お葬式も、もう人は呼ばないで家族だけでやるとか、会社同士もお中元とかそういうのはやめようよっていうことだったりとか、そういう流れなんですか？どん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 こうそういうのを小さく小さく、大げさなことはやめましょうっていう世の中の流れになってる。そうするとそこについてもあるギフト品っていうものは必要となくなっちゃう、非常に厳しい業界だけれども、まあ多分唯一あのネットでの需要だけは高まってるかなっていう気がしてますよね。その虚礼廃止っていうのは、虚礼ってのは巨大の虚ですか？ちょっと難しいね、あの虚構の虚っていうか、そういう流れっていうのはもう最近の話なの？だって小川君だってなんかこう大げさなことしなくなってるだろうし、多分ちょっと10個上とか20個上の上司とかもいたとしたら、そういったこと知らない、やらない。例えば結婚式で仲人を呼ぶ人でもう誰もいないと思うけど、今時昔はいて当たり前で、仲人さんいらっしゃったらきちっと人を呼ぶ、披露宴するし、結婚式後も仲人さんには必ずお中元をすれば送ってっていうのは当たり前だったけども、そんなことする人誰もいない。そういうことを一つ一つこう減っていくというのが今の日本の世の中。まあギフト的にはこうその冠婚葬祭は減ってるけど、逆にこうパーソナルギフトって言われる、ちょっとこうハロウィン盛り上がろうとか、ホワイトデーは手厚くしようとか、そういうバースデーとかちょっとしたお礼とか、そういうのは増えてきてますよね。やっぱすごい個々の存在感が強くなってて、堅苦しいことはしたくないけど、あのちょっと面白いことだったら誰かにあげたいなとか、そういうギフト需要は高まってるね。へえ。逆に今だからこそそういう、でもちゃんとギフトを送るっていうのがあると目立てるは目立てますよね。ああ、まあきちんとした人だなっていう印象は残せると思うよね。あの話戻っちゃうんですけど、こう番組の趣旨をこう考えた時にこう、アロマさんの仕事の中でこう身だしなみ、こうスーツを着るとか、きちっとベストを着るっていうのはこう どういう役割だって感じてますか？やっぱり中小企業の場合、社長は社内外においてもこうシンボルだし広告塔だと思うから、特にうちなんかはギフト品を取り扱う会社の社長が、だらしない身だしなみとか不潔だったりとか、
言葉遣いが汚かったりとかするとなんかこう頼みづらいじゃない、はい、逆にきちっとしてると従業員も安心してあいい会社なのかなとか感じてくれると思うのでとっても大事だなと思いますよね。そういうのとも最初からじゃあそう考えてたんですか。あこれはちょっと最初はあまりそこまでは及ばなくてどっちかというと7、8年前ぐらいからかな。少しそういったことにも気を配る余裕が出てきたりとか、あもっといい人材を取りたいなと思った時に自分も改めなきゃいけないよなと思った時にあ身だしなみとかすごい大事だよねって考え始めた時期でもあったかもしれない。いい従業員取るために、うん、まあ、要は面接の場だったりとかってことですよね。でこの会社がでもすごくおっしゃる通りかもしれないですね。会社ってよくこう中小企業なんかは社長の作品だっていうふうに言う人がいますけど、それが従業員の立ち振る舞いとかホームページでの会社の表現だったりとか電話の出方、売ってる商品、取引先、その一挙手一投足がその社長の生き様を表現してるって言われるから、なんかこう年々彫刻刀で削ったりしながら理想の形を作っていってるような感覚が僕は会社経営には持っていて、当然いい作品に仕上げたいからこうしたいこうしたいっていうものをやってるよね。その中そんな利益は大事、もちろん大事だけど、その中でこういう従業員という仕事がしたいなとか、こういう品物を売って喜んでもらいたいなとか、そういったことを考えてるよね、常に。いいですね、作品として作品に洗練されていて。そうそう、結構最初結構きちっとスーツを作り始めてから、最近はもう少し崩しながら遊びながらスーツをこう楽しんでいただいてると思うんですよ、うん、こうそういうところでも相手からの印象もちょっとやっぱ変わると思うんですよね、うん、おしゃれにしてる社長さんなんだなっていう印象をだんだん受けるようになってくる、ね、ありがとうございますとやっぱそういうのもこう、まあ、自分の入る会社だとしたらやっぱりこうシワシワのスーツ着ててダボダボのスーツ着てる社長がよろしくお願いしますっていうよりは、すごくこうちっちゃくてもチームワークがあっていい経営ができてるからこう社長も綺麗にしてるんだなっていうのがやっぱすごく伺えて、僕はこうやっぱ身だしなみ整えるってことは言われてみたら面接の時すごく感じますね、うん、そうだよね、まあ、服装はスーツは岡君にも任せてお願いしてありがとうございます。服装はやっぱ誠意だよね、その場に対する、はい、うん、その場の雰囲気をもっと上げたいとか、自分が入ることが浮いてしまわないようにとか、もっと服装で何かこう態度を示したりとか、いろんな表現の一つの大事な一つだなと思ってる。でも会う人によってこう変えたりもしてますよね。まあ多少変えますよね、うん、こう結構こう相模原青年会議所っていう、うん、ま、の所属してた方なんですけれども、うん、こう現場仕事の人やなんかも最近スーツを作り始めてくれて、うん、やっぱ2タイプに分かれて、現場仕事の後そのまま作業着で会う人もいれば、うん、きちっと着替えてきて、うん、場合にふさわしい格好で来るっていうところを守る人っていうのは、やっぱりこう見てるときちっとこうスーツ着てる方はスーツ着るような立場になっていくんだなって見てて感じますね、うんうん、そうだよね。青年会議所は本当にスーツが多い団体だけど、まあ、なんだろう、こう日本のいいところはそのシーンに応じて服装を変えていくところが、なんかこう道場に上がるときにジーパンで行くことは大変失礼だなってみんな思うだろうし、はい、その時にキュッとこう道着を着て帯を締めた途端にこうガラッと自分の中でもスイッチが入ったりする感覚が、やっぱスーツだと仕事とか青年会議所の活動とか今からやるぞっていうスイッチオンになるんじゃないかなと。やっぱ現場仕事の人も青年会議所 JC やるときは着替えたらスイッチオンでいいんじゃないかなと
思ってますけどね。いいですね、うん、スイッチですね、うん、本当にそうですね、うん、あの、うん、そこでこのカジュアルとスーツにちゃんとルールがあるっていうのがやっぱりこう大事じゃないですか。こう室内では室外ではこう場所によってとかって、うん、カジュアルにはルールはないので、そういう意味でこう、うん、スイッチになるんだろうなって感じましたね、うん、あのもうこんなところで実際25分経っちゃった、終わり終わりなんですけども、なんかあの最後こう沖縄の人に聞いてる人にもしなんかまあアロマサの会社を知るためにはどうしたらいいかとかっていう情報がちょっとあれば、ああの東京ゆうきっていう会社をググってくれれば嬉しいですけれども、なかなか沖縄のお客さん少ないので、いつか沖縄で会社作れるようになると思います。あの沖縄の人はあの車文化なので、うん、すごく聞いてくれてると思うので、うん、あのこれ YouTube にも流して、もし よろしければ情報なんかも YouTube の下に載せさせてもらいますので、ぜひ、はい、といったところで今日のゲストは、東京有機株式会社の代表取締役荒俣大樹さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。飲んで食って吸って吐いて染みる。